大阪地区の貨物線貨物駅水田貨物ターミナル駅は、大阪府水田市及び、設置市にまたがる日本貨物鉄道の貨物駅である。東海道本線の岸部駅と水田駅の間に一致している。閉鎖が決定された梅田貨物駅の機能代替の一つとして、水田奏車場の跡地を利用して設置された。開業に際しては、 書類上水帯域を奇襲点としていた各支線についても、当駅を奇襲点とする形に集約された。その結果、JR 西日本においては、東海道本線本線、東海道本線支線、片町線支線の2線区3路線、JR 貨物においては、東海道本線本線、東海道本線支線、片町線支線の2線区4路線の結節点となった。乗り入れる線路は、 以下の通りである。敷地の総面積は27.2ヘクタールある。入れ替え作業なしで、コンテナ列車を二役できる、着発線、二役方式で26両編成に対応している。施設は、コンテナホーム2面、中継コンテナホーム1面24,400平方メートル、駅本屋、倉庫、着発線8線、200線5線、留置線16線などを備えている。 地元との協定により、貨物取扱量は年間100万トン以内、中継貨物は年間45万トン以内、始発、終着列車は1日12本以内、車両編成はコンテナ貨車26両以内とし、出入りする貨物関連自動車は1日往復仙台以内に限定する。フォークリフトは低騒音型のものを用意し、貨物専用道路も設置する。 1987年、国鉄の債務返済に充てるため、梅田駅移転及び旧梅田駅跡地の売却計画がスタートした。当初は、梅田駅の貨物取扱施設を水田創車場跡地に移転させるとともに、跡地を商業用地として売却し、債務返済に充てるというものだった。ところが計画当時のバブル景気は後に崩壊し、 地下は暴落したため財務削減の面における意義は限退した。また地元の水田市や摂津市にとっては、長らく地域を分断してきた創車場が解消されて、再開発可能な用地として期待されていたことに、加えて貨物駅に出入りするトラックの走行による公害が危惧されたことで移転建設反対運動が起こった。一方で、 大阪駅北口前の広大な敷地を占める梅田駅を移転させ、大阪駅北地区として再開発を行いたいというのが大阪市の立場であった。このため1997年6月に日本国有鉄道生産事業団は梅田駅の約半分の機能を水田に移転し、残りを大阪南部の関西本線下田駅に移転させる計画を提示した。 これを受けて1999年1月、大阪府、吹田市、設置市、日本鉄道建設公団国鉄生産事業本部、JR 貨物の5社は移転計画に関する基本、協定書を締結し、鉄道建設、運輸施設整備支援機構は2005年1月、吹田、設置市に、環境影響評価書を提出し、5社は2006年2月、 スイタ貨物ターミナル駅建設事業の着手合意協定書を締結し、2007年1月30日に、非公式が挙行された。事業主体は、鉄道建設、運輸施設整備支援機構国鉄生産事業、本部である。梅田駅のスイタ、くだら領への移転完了後に、梅田駅をさらちにして処分する。スイタ車場跡地約50.2ヘクタールのうち、 貨物駅は27.2ヘクタールを使用し、23ヘクタールは町づくり用地である。2013年3月16日、同日に実施されたダイヤ改正に伴い開業した。ありがとうございます。